私の目の周りが黒くなってきたら、もうあなたの好きなことはお話しできないのよ。愛だ冷たい部屋で一人目覚めた君の声は優しすぎた。黒い影が窓を開けて呼吸を奪っていった。何がいるの？そう聞かれて何も答えられなかった。僕はどれもすぐに飽きて、きっと君を泣かせるから、明日僕はさっき見た夢も覚えていないだろう。君のことを空から降るシャネリアの光が僕たちを包む。迷いもなく信じていた。きっといつか幸せに。なのにどうして、どうしてなの。
お姫様が履いてるあの赤い靴が欲しいわ。だってほらわかるかしら、私の方が似合う。簡単よ、一個のフリ。